東村ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします市長私たちは今新浦安駅前広場に来ていますが、はい、今回のテーマは何ですか、えー、7年前の3月11日東日本大震災の日東村さん覚えていらっしゃいますか覚えてますこの駅前は本当にもあたり一面液状化でひどい状態でしたよね、はい、そうなんですよあの時の液状化、そして帰宅困難者で溢れたこの新浦安駅前やっとここまで復旧したんですが、えー、今日のテーマは 今後の防災、災害に備えて防災について市長散歩やってみたいと思ってます備えあれば憂いなしと言われますからね、はい、では早速下の広場に行ってみましょうかところで市長は、はい、あの時どこでどのようなことをされていたんですかあの日はですね私県議会議員だったんで県議会の最終日だったんですよそれで地震が発生したということで慌てて売れやに帰ってきて その時のあの液状化の被害の光景、本当今でもまだ目に焼き付いてますね。驚かれたんじゃないですか。びっくりしましたね。本当稲毛の途中で液状化で車が埋まってまして、それを見て売れ足大丈夫かなと思ってて、6時間ぐらいかけて売れ足に帰ってきたんですけど、そしたらもう売れ足がやっぱり同じように液状化で、あんなに綺麗な街がこんな風になっちゃったのかと本当もう涙が出る思いでしたね。そういえばこの辺りはもう本当に綺麗になり,、ね、なりましたね。なりましたね。 もう早くから復興工事に取り組まれましたよねそうですね、浦安市は早かったですね災害復旧で国、また県のご支援をもらいながらあ復旧工事が進められましたけどただまだまだ浦安市の復旧、道半ばだと思っておりますのでこれからもまた復旧復興に向けてさらに速度を早めていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます復興の他にどのようなことをお考えですか復興の速度を上げるとともにですねやっぱり次に来る災害 その災害にも備えていかなければいけないなっていうふうには思ってます、うん、次はどのような災害を想定されているんですか東日本大震災は東北の方で起こった地震でしたが今想定しているのは首都直下型のこの浦安市のすぐそばの下で起こるような地震についてきちんと対応をしていかなきゃいけないなというふうに思ってますね、うん、それから台風の大型化による高潮や ゲリラ豪雨等による内水氾濫などでも市内の被害の様相は違ったものになると思いますそのため市内には多くの避難所を用意しています指定避難所堀江中学校と書いてありますが、はい、中学校も避難所に指定されているんですね、はい、地域住民の皆さんが避難できるように市内の小中学校34カ所が指定の避難所になっています避難所にはどのようなものがあるんですか避難所には必ず防災倉庫があります 実際中見てみましょうか。ぜひ見てみたいです。はい、結構大きめの。あちらにあるのが、あの,あの、この堀江中学校に設置されている。コンテナ式の防災備蓄倉庫になります。<ー>これが平成2年ですね。ここに設置されたのが。<ー>はい、どうぞ。うわあ。こういった形で。かまどセットだったり。ヘッドライト、投光器もありますね。<ー>これが。 木炭、炭ですねで野菜シチューそして災害用の仮設トイレなんかもこちらに設置されていますでこれがリアカーですねリアカーも、えー、リアカーまで、やはりいろんな物資を運んだりあとは多分怪我をされた方なんか乗せる場合も想定してるんじゃないですかね段ボールに入れて備蓄してあるんですね、はい、でもこれ中身がどのようになっているのか気になりますそう言われると思ってあちらに用意してありますんで では行ってみましょうかはいこちらが中身になります向こ,うの方から向こうの方からサバイバルフーズそしてこれが仮設用トイレでかまどお投稿機になりますねこういったものがあの段ボールの中には入ってたんですねいろいろなでもフード防災訓練の時に賞味期限が切れそうなものについて皆さんで試食するんですが結構おいしいんですよかまどもかなり本格的です,ねです,よ,的ですよね <laughs> あとあと発電機もありますんで。の風ストーリーがまたすごいですね。そう風、ね、ストーリー開けてみましょうか。はい。本格的ですね。えー、これも組み立て式組み立て式になります。これさすがに私はちょっと組み立てるの難しそうですね。そんなでもないんですね。これやはり防災訓練だとかそういう時に皆さんお一人お一人に体験してもらうようなそんな防災訓練もやってますんで。 あ、じゃやっぱり日頃からそういう訓練に参加してそうですねちゃんと組み立てられるようにしとくのも大事ですね、はいまあ、自治会の役員さんだけじゃなくて地域住民の方にそういう一度体験していただくと結構それを組み立てられるようになります市長その他に市民の皆さんがいざという時のためにあらかじめ備えておいた方がいいことって何かありますかそうですね特にあの次に行く地震は震度7の直下型の地震と言われてますから、えー、家の耐震化また 家具の転倒防止、それに非常食の備蓄などの対策はぜひやっておいていただきたいと思いますそうすれば人が殺到することが考えられる避難所ではなくて住み慣れた自宅でえ住宅避難ができますので今からしっかり対策をしていただきたいですねはいこちらは若潮公園です、はい、公園にも倉庫があるんですよねはい、えー、こういった公園は緊急して避難場所になっておりましてきちんとしたコンクリートの 防災倉庫が設置されています行ってみましょうかはいあ、こちらにもたくさん入っていますね、はい、組み立て式トイレもありますしこういった毛布だとかテントなんかも用意されてますね浦安の歴史は災害との戦いの歴史でもあったといえます次に来る災害に備えて少しでも被害を軽減するために市としても様々な対策を行ってまいります市民の皆さんにおかれましても ぜひとももう一度災害についてまた防災について考えてその時に備えていただければと思いますよろしくお願いいたしますそれではちょっと発電機でも状況を見てみましょうかぐっ,そっか <laughs> とぐそっかこ,こからとそこからそこからわーすごい <laughs>